挿し木して斧が余生を思い。より。挿し木して斧が余生を思い。より。大串晃の句です。木の枝を切って直に土に挿して根を生えさせて苗木を作るのが挿し木、木刺す枝を刺し穂と言います。ぶどう茶の木などによく行われる。繁殖法で。 彼岸前後から88夜頃までに行うのが良いと言われています作者は何の木を挿し木したのでしょうか挿し木をしながらこの木が成長するまで自分は生きられるかと考えているようです